どうもこんにちは、石氏です。今回も技紹介です。早速ですが、今回紹介する技は、このように敵が自分の上に階段を置いてきた時の対処法です。普通の人ならばこのように屋根を置くと思います。そしてこのようにトラップを置くと思います。しかし、敵はこのように対処します。そうしたらどうしようもないです。今回はそれを防ぐ技です。その前に、敵側はこのようにすると屋根をあまりつけられないようになります。やられる側は屋根をつけづらくなります。頑張ればつけれますがね。しかし、このようにすると、全くつけられなくなります。このように頑張ればつけれます。本題に入ります。普通の人はこのように編集して攻撃すると思います。それの対処法は、こんな感じですね。いろいろなやり方があると思います。どれでも敵より素早く、かつ、上を取れる、または攻撃できないといけません。自分でクリエイティブでいいのを探してください。おすすめは後でご紹介します。自分の HP が低い時は上を取って、敵より多い時は攻撃を仕掛けていいと思います。違いは自分を守るか守らないかですね。このように屋根を置いてもいいかもです。実はこの技、コントローラー最強のフレンジーさんがやっていた技です。これが実際の動画です。こんな感じですね。じゃあフレンジーさんの動画の URL も貼っておくのでぜひ飛んでください。じゃあ、また。